作業環境改善計画第2弾イエーイ。はい、皆さんこんにちは、どんちでございます。前回の動画でこちらの格安の OA テーブルを買いましたという動画を放送しました。で、今とりあえずこんな感じで完成したんですけど、今日はですね、このデスク周りをさらに快適にするために、特にノートパソコンの方向けへの情報になります。ノートパソコンの方ってこんな感じでね、置いてしまうとこのノートパソコンのフットプリント全部ね、デスクを埋めてしまうんですよ。で、それを解決する方法というので、ダイソーに行ってちょっと買い物してきたので、僕がおすすめする格安のアイテムをね、紹介したいなと思います。じゃあ今日の動画行ってみましょう。はい、ということでね、今日買ってきたものはですね、それ以外にもちょっといろいろありまして、まずマウスパッド。普段あんまり使わないんですけど、ちょっとね、この天板、低圧メラミン樹脂っていうやつだと、マウスをこう吸った時にザリザリって音が気になるので、ちょっと1個買ってみました。お試しです。あとは、撮影用にディスプレイが汚れると嫌なので、ディスプレイスクリーン。これアルコールのやつですね。ディスプレイ拭いても大丈夫なやつです。それで今回紹介したいのは、こちらでございます。じゃじゃん。スマホスタンドですね。タブレット PC 用のスマホスタンドなんですけど、これがこのノートパソコンのフットプリントを軽くする、さらにここのね、デスク環境を良くするのに非常に役に立つアイテムなので、今日はねこれを紹介していきます。でね、ダイソーのスマホスタンドになります。この写真の通りなんですけど、ここを土台にしてここにタブレットが乗ります。で、ここに今回はノートパソコンを置こうという作戦です。実はこれ少し前から使ってたんですけど、すごく良かったんですね。で、今回改めてもう一個買ってみました。で、皆さんにもお勧めしたいなと思っております。じゃあ外します。はい、こちらのスマホスタンドなんですけど、色は今回白色を購入してます。店頭には白と茶色と黄緑色、緑ですね、3色ありました。足は3本、この足を自由に動かして物を乗せます。もちろんタブレットでも使えますよ。ここが固定具になっているので、これをぐるぐるっと回して、よいしょ、止めてあげると、これがね、硬くなります。動かなくなる。こうやって使うものになります。今回使う方法はこんな感じでね、しっかり2本の足で支えた状態で、ノートパソコンの背面をここでね、受け止めてあげるような感じになります。ここね、必ずしっかり止めてくださいね。これでノートパソコンを立てることができます。そして結構大事なポイントがここなんですけど、どれぐらいの厚みのパソコンまで挟めるのかっていうところですけど、ざっくりですね、 1.8 センチぐらいまでのものであれば挟めます。ノートパソコン開いた状態だったら 1.8 センチあれば十分入ると思うんですけど、折りたたんだ状態で挟みたい人はちょっとね、厚みとかを事前にチェックしてもらっておいた方がいいと思います。分厚すぎると挟めないですからね。今回はここにこのノートパソコンを載せたいと思ってます。最近はノートパソコンのスペックが飛躍的に向上してるんで、職場とかでもデスクトップじゃなくてノートパソコンを使ってるっていう人多いと思うんですよ。そういう人は特にね、姿勢が悪くなりがち。具体的にはですね、ノートパソコンだけで仕事をしているとこういう感じの姿勢になります。なんですが、この100均のこれを1つ使うだけで視線をグッと上げることができます。実際にはですね、でここの材質がね、ゴム素材になっているので、パソコンとかにはそんなに傷がつかないような材質になってます。ただね、ちょっとこの部分は当たってしまうので、何か対策は取った方がいいかもしれないです。それで、この低い視線からこれを使って目線を上げる方法、それがですね、これです。じゃじゃーんと、どうですか？これ一つでね、これ15インチのパソコンなんですけど、見事に立ちます。でね、目線の高さがここからここに上がります。なので、今、いろいろノートパソコン台とかタブレット台とかいろいろあると思うんですけど、あれって大体ね、3000円とか5000円、下手すると5000円以上するものもあるんですね。だけど、このダイソーのタブレットスタンド一つで、これだけ目線を上げることができます。こうやると、キーボードは使えないんですけど、外付けのキーボードを使えば、こんな感じでね、デスクトップの作業をしているかのように作業ができます。でね、このタブレットスタンド、ノートパソコンでも使えるよって話なんですけど、僕みたいにね、こういう外部ディスプレイを使ってる人にもおすすめです。というのは、デュアルディスプレイの環境が出来上がります。
で今見てもらったように目の高さって大体この2枚が揃う感じになるんですね。こんな感じで2枚のディスプレイを行ったり来たりすることができます。結構ねこの環境っていいと思うんですよね。何年も使ってモニターも買わなくてもこれ1個で目線が揃う、なんて素晴らしい。で今実はこれちょっと高さ上げてますけど、これはね無印の透明のプラスチック棚、500円ぐらいで買ったものです。下にね物も入れられるんで結構気に入って使ってます。ということで、ね、100円出すだけで自分の姿勢は良くなるし、こんな感じでデュアルディスプレイとかにも使えるっていうので、まあ、非常にコスパの高い商品なんじゃないかなって僕は思ってます。でさっき言ったみたいにね、この辺見えるかな、こういう風に置くとこのハートの部分が直接ノートパソコンに当たるので、ここだけは何かクッションをつけるなりしなきゃいけないかなとは思ってます。ここってこういう骨組みだけなんで、ノートパソコンでよく問題になる排熱関係も非常によくなると思うんですよね。もうスースーで抜けていくので、これもね結構ポイントだと思ってます。実際にね乗せた感じがこんな感じになります。しっかりね上でも下でも支えてるって感じですね。で今回使ってるこれがプレステージ15って、先ほども言った15インチなんですけど、このプレステージ15がだいたい 1.6 キロなんですね。なのでまあそれぐらいが限界かなっていうところはあります。それ以上重たいものだとここら辺のネジ止めがね少し緩いと崩れてしまったりするんで、まあ、使う時には必ずここはしっかり止めることと、あまりこのノートパソコン重すぎないものを、重すぎるもの、多分ね2キロぐらいが限界なんじゃないかなとは思います。それ以上のものは載せない方がいいです。割と軽いノートパソコンを使いの人にはおすすめできるかなと思います。あとはですね、その他の方でディスプレイは外部ディスプレイでノートパソコンは使わないんですよっていう人もいると思うんですけど、そういう人にもねこれおすすめできます。これ閉じましてここに置きます。でテーブルの横に置きます。そうするとよく Mac とかで見ると思うんですけど、クラムシェルモードってノートパソコン閉じたものを立ててねこうやって置いとけるんですよ。こうすればディスク周りも非常に広く使えるし、デュアルディスプレイで使うのもよし、こうやって完全に本体としてねディスプレイを使わずに使うというこういうノートパソコンの方法でもよしということで、今回のこのタブレットスタンド非常に使えますよってお話でした。はい、ということで今日はですねこちらのダイソーのタブレットスタンドをノートパソコンで使うといいですよってお話でございました。100円なんでね壊れてもあれだし、僕としてはかなり使えるんじゃないかというアイテムでございます。よかったら皆さんぜひ試してみてください。そしてよかったらぜひねコメントをいただけると嬉しいな、使ってみたら最高でしたとかいうコメントをお待ちしてます。ちょっとずつデスク環境が整ってきて、僕は非常に作業がしやすくなっております。まあ、こんな感じでデスク環境の改善動画っていうのもね今後撮っていければというふうに思います。ということで今日の動画は以上にしたいと思います。ちょっとでも役に立ったなっていう方はぜひいいね評価、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。